スノーマン宮舘涼太、どれだけのものを積み重ねてきたのか試されているような気持ち。いつも私の動画をご覧くださいます皆様、心より感謝します。團十郎さんご一家、宮舘涼太さんを中心に一本一本心を込めて歌舞伎の動画を作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。スノーマンの宮舘涼太さんの歌舞伎に関する思いについての記事をご紹介いたします。どれだけのものを積み重ねてきたのか試されているような気持ち。ステージ上はもちろんのこと、バラエティや情報番組でも圧倒的な存在感を放ち、見る人を虜に、まさに全国の老若男女が気になっている男、伊達様こと宮舘涼太さん。まっすぐで美しいダンディズム。宮舘涼太さんのプロフィールをご紹介します。1993年3月25日生まれ、東京都出身。アイドルグループスノーマンのメンバー、品のある言動からファンの方からは伊達様と称され、ロイヤルキャラとして愛される。舞台サネモリが1月6日から新橋演舞場で公開中です。3年ぶりに挑む歌舞伎の世界、今からすごくワクワクしています。市川海老蔵さんと共演させていただいた海老会2019第1章ファイナルは、僕にとってとても大きな経験になりました。あれから約3年、先日襲名した團十郎さんとまた舞台に立ちます。その演目は前回と同じ実盛。僕は同じ役を演じると聞いていたのですが、記者会見の途中で宮舘君は2役を演じますとまさかのサプライズ発表。大変だとは思いますが、それも新しい挑戦、すごくワクワクしています。この3年の間、僕はスノーマンとしてデビューして様々な経験をしてきました。それだけに今は自分がどれだけのものを積み重ねてきたのか試されているような気持ちにも。しかも劇場は滝沢歌舞伎をはじめ、僕を育ててくれた新橋演舞場、そんなグループに離れ一人で立つことでどんな新しい景色が見えてくるのか、それもまた楽しみだったりして。舞台へ感謝と挑戦、宮舘涼太。